高齢者の90を超えるような方々がですね、うん、なんかとてもこう危機として喜んでやってる姿も思ってた以上に、うん、喜んでやってくれてるなっていう、それが嬉しかったですね。はい、松社長、私たちの会社としては、まあ、ICT を軸にしながら地域をどうやったら活性化していけるんだろう。でそれはいわゆる通信だけではなくて、それを活用しながらいろんなところに、いろんなその分野で広げていきたいなっていうふうに思ってますんで、まあ、e スポーツも、まあ、その一つ の大切な柱の分野だというふうに、まあ、思ってますから、e スポーツに関わる県内の、まあ、いろんな、まあ、学校であったりとかメーカーであったりとか、ソフトウェアだったりとかっていうところと連携しながらですね、青森ので e スポーツの雰囲気をこう盛り上げていけるような、まあ、そういったことがもともとやっていきたいなと思います。昔子供たちをゲームするなと怒っていた人たちがゲーム一生懸命やってるというふうなのが、e スポーツ協会としても世の中に e スポーツを醸成していきたいというふうに広めていきたいというふうなのが使命になっていますので、さらに青森県でも広まっていくんじゃないかなと思います。こういう高齢者の方々にも e スポーツをやっていただいて、それがまた今回のこの施設を使った e スポーツというふうなことで一つのトリガーになるんじゃないかなと思っていますね。できれば施設同士の対戦をするような取り組みができていければいいなと思っております、ね。